プロ野球の発展に最も貢献した球界関係者に贈られる、勝力松太郎賞読売新聞社制定の選考委員会が7日、東京都内で開かれ、今年の日本シリーズを制した横浜 DeNA ベイスターズの三浦大輔監督、50が初めて選ばれた。特別賞として、米大リーグで今季、メジャー史上初の50本塁打、50盗塁。 を達成し2年連続の本塁打王日本人初の打点王のナショナルリーグ2冠に輝いたドジャースの大谷翔平選手30が選ばれた大谷選手は2年連続3度目の受賞昨年12月大谷はドジャースの入団記者会見で常に挑戦したいと思っていると語った手術した右肘のリハビリで打者に専念した今季 メジャー空手の長打力に磨きをかけ、盗塁という新境地を切り開いた。春季キャンプでスタートダッシュを強化するトレーニングに励み、シーズン中盤から成果が出た。6月末まで16個だった盗塁が7月以降、一気に増えた。本塁打も量産し、9月19日にメジャー初の50本塁打、50盗塁を達成。最終的に54から59。 まで伸ばし、本塁打王と打点王のリーグ2冠に輝いた。自身初のプレーオフでは、ワールドシリーズ制覇も成し遂げた。圧倒的な成績で、史上2人目となるアナリオリーグでの最優秀選手、MVP、もしやに入る。記憶にも、記録にも残る歴史的なシーズンだった。ロサンゼルス支局、オビツ智明、大谷翔平の話、受賞できて嬉しく思う。 家族、首脳陣、選手、スタッフの皆さんはじめ多くの関係者に支えられて、チームとしてはワールドチャンピオン、個人としても1年間試合に出続けて成績を残すことができた。来シーズンは開幕戦が東京ドームで行われ、久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできるのを楽しみにしている。